返してくるかなと思ってポジション取ってうまく決めることができました。もちろん今日もそうでしたが、守備に攻撃に本当に走る永井選手、印象的です。自分の良さというのはピッチでだんだん出せている、そんな手応えはありますか？そうですね、ゴールも決めれましたし、どんどん自分の特徴のチーム